はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ロストヒーローズ2、前回の続きからやっていきたいと思います。仮面ライダーダブルですね、仲間になったのでちょっと能力を見てみましょう。ちょっと仮面ライダーシリーズで比較するか。ブラック RX、 あ、間違えちゃったよ。攻撃力は RX の方が高い。ヒットポイントとかもそうだな、速度が速いっすね、仮面ライダーダブルは。123って、あ、だいぶ速いな。 F91 が115だから一番速いか今のところ。なるほどなるほど、仮面ライダーダブルはまあ速度が速い。仮面ライダーシリーズでいくと多分 RX がやっぱり一番攻撃力は高そうですね。うん、そうっすね。ウィザードは今ちょっと装備品もつけてこの能力っすから。なるほど。でもちょっとさっきフェニックスが出てきたからウィザードは入れとかないとなんか話が進まないような気がする。まあメンツはこれでいいでしょう、いつものメンツで。まあちょっと早いやつを入れないと回復がね、最初に回復できるのは、あ、間違えちゃった、でかいんで。まあユニコーンが行動早いんでね。今のメンツでいこうと思います。アイテムはいらないものを預けていきましょう。ほい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 と。あ、そうだ、あと待機行動か。カジノを強化してくれ、カジノ。みんなでカジノ強化。とりあえず地上を目指すんで、どこへ行けばいいんだ。1か2、目的地が記されてるんで、どっちが近い。エレベーターはん、どこ。目的地記されてるけどいまいち分かんないな。地下2階に行かないとないってこと。いっぱい出てきたな。ゴッドスラッシュ台風もったいなかった。あれ、印がなくなった。やっぱ戻ろう。え、どうやって行くの、行けないんだけど。もう印がついてるとこ、あ、こっちか。意外に簡単に行けたな。おー、ウィズダムキューブ地上、これはなんだ、なんかめっちゃ普通に工場地帯みたいな感じだな。この扉は？あ、いける。そして何にもない地帯。うわー、バックアタックだー。敵も変わってますねー。ウルフ星人。おー、やばいやばいやばい。完全に工場だなこれ。工場っていうか倉庫。おお、この反射が超やばい。あぶねえ。めっちゃゴリ押してますからね。ユニコーンで1回ヒールレインをかけて、あとはヒールを使いましょう。ほいほいと。ん、こっちか。怖っ。おい、なんかガンガン扉開けられんな。うわー、これどうすればいいんだ。ピクシスゾディアーツはマシンキャノンは返されんのか。射撃系ビームガトリングガン、こいつはちょっと右のアイザックを狙って
ドラゴンブレス当たったな。よし、射撃は当たる。ガードされるけど厄介だな本当に。ビームガトリングはな、エネルギーを使うから。ドラゴンブレス18か。いいかな。じゃあ攻撃で、よし。あとはオッケーオッケーオッケー。ゴッドレベルアップ。ちょっと雑魚敵もめんどくさい敵が増えてきましたね。あれ、こっちは扉がやたらいっぱいなの。復活キットだけ。キングオブハートの実力を見せてやる。ピクシスゾディアーツを倒しましょう。まずは先手を取れればだいぶ楽っすね。お、ピクシスゾディアーツを手に入れた。ウィザードで回復と。あれ、こっち道がつながっただけだ。じゃあこっちか。なんかいる？いてー！グハー！大丈夫か？フェニックス、やっと見つけたぜ。フェニックス、お前なぜここにいる？まさかネバーと手を組んだのか？そんなめんどくせえことするわけねえだろ。俺はただ指輪の魔法使いとその仲間を一人残らず倒す、それだけだ。しょうがない、受けてやるか。おう、そうこなくっちゃな。行くぜ。さあショータイムだ。戦闘か。サイヤ人みたいに強くなってるからな。弱点とか忘れちゃったよ、うん、あったっけ。アンクを使いましょう。で、メビウムブレード、フェニックスだからウォーター。え、なになになに。おっとおっとおっと、どういうことめっちゃ食らったよ。めんどくせー。マシンキャノンガードされんな。ゴッドスラッシュ、こいつネガティブになってるけど大丈夫なの？てかネガティブって何なのそもそも。一応回復させますか。なんかいてー。なんだ、すげえガードされんな。爆熱ゴッドスラッシュ、どうしようかな。シールドかけよう。でこいつは攻撃で大丈夫かな。ハリケーンスラッシュストライク、おーやばいやばい、おーやばいやばい。この120回復するのかな。鬱陶しい。ヒールレイン、ちょっとこいつはライフキットで回復させよう。一応自分もは自分で回復。うわやばい、これ死ぬ、死んだ。回復分はちょっと削っとかないとな、さすがに。まずい。ゴッドは攻撃、こいつは回復で復活キット。おわ、ネガティブになった。なんでネガティブになるんだよえ、最初に回復して、ウルトラマンどうしようかな。でこいつは回復、とりあえず先行してヒールレインは打てるから
うわ、ネガティブネガティブだよ。いって、死んだ、遅かったか。どうする、めっちゃネガティブになってるけど、ガードしない。こいつで復活キット使って、攻撃しますか。あ、フレームは多分効かないな。ドラゴンクロウ早いな。見て見て、うわやばい。あと1ターンだよな、ウルトラマン。ってことは1のラッシュをかけよう。もう爆熱ゴッドフィンガー打って、あーヒールレインで回復して、こいつ自分のあれヒーロー技がないスキルドライブメジウムブレードじゃなくてメビウスキックが強いな。てかメビウスパンチも同じ攻撃力だ。でヒールでユニコーン回復と、あー早い、やばい、死ぬ、死んだ。これはちょっとピンチだぞ。一応ちょっと復活キットで回復させて、あー復活キットがなくなる、もうこれで痛い痛い。いって3回攻撃かよ。魔法使いこれちょっとまずいな。なんか攻撃してくれたけど、復活キットでユニコーン復活させて、こいつどうする。ヒールだな、ウルトラマンちょっと回復させよう。あーやばいやばい、これは死ぬ。ちょっと今再起不能だぞこれ。相手がどん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 回復していくし、リザレクション、ユニコーン、やばい、もう一回来たー、全滅する。1残った。120ずつ回復していく。ちょっと復活キットでゴッド、どうする、復活させるか回復させるか。結局死にそう。リザレクション、あ死んだ。全滅した、マジか、強え。ちょっと一回編成とか変えてレベル上げを兼ねますかね。そうですね、ちょっとじゃあ一旦レベル上げをします。はい、それではフェニックス戦のリベンジですね。ちょっとウルトラマン変えました。ウルトラマンゼロっすね。まあなんだかんだで初期メンバーが使いやすい感じがします、自分は。まあ最初から育てているっていうのがあるので、スキルツリーがやっぱり充実してるんですね。ゼロもうだいぶ覚えてますね、やっぱり。でしかも結構ウルトラマンの中でも、この物理攻撃力が高いんで、まあ、エネルギー攻撃力も高いですけど、ちょっとウルトラマンをゼロにして、フェニックスにリベンジしたいと思います。 GO! ん?あ、ここら辺はいっか。なんか飛ばせんのかな。さあ行くぜ、ショータイムだ。とりあえずどうすりゃいいんだっけ。まず1ターン目はみんな全開なんで、あーそうか、あとこれか。アンクを使って攻撃力を上げて、ウルトラゼロキックが一番強い、クはない、ゼロスラッガーが強い。で仮面ライダーも、ドラゴンテイル、これ魔力に満ち溢れているって回復するってことか。おつえクリティカルかよ、よりによって。ただウルトラマンゼロはやっぱ強い。そうするとどうしようかな。こいつは攻撃してライジングガンダム使って、ウルトラマンはやっぱ攻撃して、仮面ライダーはメガライフキット使おう。
ぜ。危ね危ね危ね。今回はちょっとまだ運も味方についてますね。よし、もう半分減らせてるぞ。あとレベルもちょびっと2くらい上げました。なんでまあこれ1レベル上がったくらいじゃなんかあんまり強くなった感はないんですけど、まあとりあえずっていうところっすね。こいつは攻撃に入るか。くらえ。よし、だがこれでウルトラマン時間が切れてしまったからな。ただ押し切れんなこれ。ウルトラマンゼロとかやっぱマジ強い。こいつはあれだからどうしよう。ちょっとヒールをかけとくか。あーこれもなー、あぶねー。よし、ヒールを貼っといて正解だったな。まだ攻撃してくるか。しては来ないか。こいつはヒールレーンを貼っとくか。で、ヒールを貼っときましょう、ユニコーンに。そうすると、ゴッドしか攻撃してないことになるな。うわー、ネガティブー。よし。お、ネガティブからは立ち直るな。レッツポジティブシンキングだよ。ウルトラマンが戻ってないけど、ちょっとラッシュかけて固めるかな。いきます。全員総攻撃します。爆熱ゴッドフィンガー、いやウルトラマンコンボですよ。ゼオ使えない。ユニコーンコンボの、あディフェンスじゃない、あネガティ、あネガティブっていうかそもそも溜まってないんだ。どうしようかな。ゼロスラッガーアタック。こいつも溜まってないからな。よし、これでいきましょう。カートリッジ刺さないと確か6発とかでしたよ。ここから出てけ。ユニコーンガンダムは伊達じゃない。いつ736、 OK。 うん、まあまあ余裕といえば余裕でしたね。フェニックス、あフェニックスゲットした。サイヤ人もここまでか。ふいー、やったか。チップ手に入れたからやったよ。ふふふ、ははは。うん、だが俺はすぐに蘇る。ローラー、うわー、くっ、お前らに俺を倒すことはできねえ。ははは。そうか、俺はお前を倒す気はない。はあ？不死の体を呪うんだな。何？全ての魔力を一つに。さあ、ショータイムだ。ダッ！やっ！ハッ！ファイナルタイム！魔法の力見せてやるよ。俺は最後の希望だ。こいつで決める。
ん、これでどうなんの。うわあ、え、太陽に叩き込みやがった。太陽の中で永遠に死と再生を繰り返せ。お前にフィナーレはない。おお、マジか。そしてフェニックスは考えるのをやめた。ってなりそうっすね。これで一人完成した。何が。一方その頃、超銀河王がうまくいったらしいな。能力には満足しています。精神面の調整がもう少し必要ですがね。あなたの方はどうです。 DG 細胞とバーサーカーシステムは。俺たちネバーの改良に役立てようと思ったが、被験者が予想以上の能力を発揮してな。被験者はノーベルガンダム、女性のガンダムファイターでしたね。ああ、そこでだ。デビルガンダムの生体ユニットに彼女を推薦したい。うん、しかしマスターガンダムが何というか、先生はすでに候補を絞っておられるようですよ。そうか、担当はあいつだったな。すんなり言うことを聞くような男ではないな。よし、だったらノーベルガンダムがいかに優れているか実践で証明するのみだ。それは面白い。でしたら私にいい考えがあります。なんだ。うん、なるほど。だが随分余裕だな。超銀河王が誕生したのですよ。多少は心に余裕もできます。そういえばウィザードはスキルツリーでイベントがあったら解放できるやつがありましたよね。わあ、ここじゃないのか。とりあえず一旦ウルトラマンゼロを回復させて、じゃあちょっと先に進んでいきましょうここ繋がってないし。このまま進めばいいのかな。ん、ここは、あ、まだ大丈夫か。アイテム500円。今さら500円って言ってもなん、ここが調べられる。ん、何にもナッシングか。ピクシスゾリアツがエネルギー攻撃じゃないとちょっとめんどくさいことになるからな。反射されて。なんだかす、うん、スキップをしてなかったな。よし、あとはゴリ押す。お、中継地点。一応フェニックス倒したからセーブしとくか。うん、そうですね。じゃあ切りがいいので、ちょうどここで一旦終了しましょうか。じゃあ次回はこの先を探索していきたいと思いますので、今回はこれで終了したいと思います。